ユリエ・ボルフ・トルーンは、ドイツのユダヤ人画家、イラストレーターである。現在のポーランド中部のトルンの中流のユダヤ人家庭に生まれた。兄に彫刻家になったゲオルク・ボルフがいる。6歳の時までに上親を失い、親戚に育てられた。1890年からベルリンデーとグラフィックデザインを学んだ。1892年からパリに移り、 私立学校のアカデミーコラロッシに入学し、ギュスターブ・クロード・エティエンヌ・クルトワや、エドモン・フランソワ・アマンジャンに学んだ。1893年に、ベルリンに戻り、1895年から、クルト・ヘルマンが経営する女性のための絵画学校で修行を続けた。1897年には、パウラ・モーダーズ・ゾーンベッカーラが活動するボルプスベイでの芸術家村で夏を過ごしたがが、 その雰囲気に馴染めなかった。1898年に、ベルリン分離派が創立されると、創立会員となった4人の女性画家の一人となり、ベルリン分離派の展覧会に1913年まで出展した。ベルリン女性芸術家協会の会員となり、この頃、ドイツのアール・ヌーボーの雑誌、ユーゲントの写真や表紙絵を描くようになった。1904年に、 美術評論家のルドルフ・クラインディ・ポルトと結婚した。1905年にプロイセン美術アカデミーに女性の入学を認めることを求める請願に署名した200人の女性アーティストの一人になったが、アカデミーの校長、アントン・フォン・ベルナーはこれを拒否した。1906年にドイツ芸術家協会の会員に選ばれた。1906年にケーテ・コルビッツと 女性資格芸術協会の展覧会を開き、1912年には、コルビッツの推薦で分離派展の審査員、理事を務めた。1927年に、ヘンニ・レーマンらの女性アーティストのグループ、秘伝税女性芸術家協会のメンバーとなった。1933年に、ナチスが権力を持つようになると、秘伝税女性芸術家協会は解散した。同じ年、 ユダヤ人であることから分離派の理事から追放された。ボルフトルーンはベルリンに泊まり、ユダヤ系ドイツ人文化協会の活動にも参加した。協会は1941年に非合法とされ、職員は逮捕された。1942年に78歳になっていた、ボルフトルーンは妹と共に現在のチェコのテレーンに作られたユダヤ人月頭に収容され、 二年間の収容生活の後死去した、収容所でも絵を描き続けたとされる。ありがとうございます。